はい、眉毛カラーなんですけれども、ちょっとモデルさんすごい、雰囲気がある顔立ちされてるんで、眉毛染めるともっとかっこよくなるんじゃないかなっていうふうに提案しました。それで、もう結構メイクしない状態でもかなり、なんて言うんでしょうね、雰囲気がもうあるんで、眉毛やったらもっとかっこよくなるんじゃないかなということで、10本のですね、カラー剤の方で、やろうかなと思ってるんですけど、ただこの眉毛のカラーに関しては完全に自己責任でお願いします。僕は斡旋してるわけじゃなくて、もし事故が起きてもそれは責任取れませんので、そういうことにお願いします。一応やり方っていうことで参考になるか分かりませんが、ちょっとやってみたいと思います。まず眉毛なんですが、そのままつけるパターンと、あとちょっと湿らすパターンがあるんですけど、そのままだと空気がちょっとついてるんで弾きやすいんですよね。で、僕はやり方なんですけど、ちょっとコットンで一度眉毛を濡らします。で、眉毛を一度少し濡らすんですね。で、少し湿らしてあげてからやった方が浸透がいいです。カラー剤目に入っちゃうと本当危ないので、そこだけは本当に注意してください。今やり方としてはコットンをまず2つに折ります。コットンを2つに折ります。で、折ったこの角ありますよね、ここに薬をきれいに均等につけていきます。で、このラインを横に行くんですね。そうすると眉毛が濡れます。ハケで塗る方もいらっしゃるんですけど、コットンかなり使えるんで、コットンを塗りますね。半分に折って、で、こっちの丸い方のところにカラー剤をちょっとつけます。この時はきれいにつけないと、きれいにカラー剤をつけますね。で、きれいにつけたら、そのまま眉毛を見つけて横に流します。つけます。はい、で、本当目に入らないように気をつけてください。眉毛はまあこういう感じで、で、理想はその薬がもう眉毛を隠してるぐらいですね。眉毛があまり見えてる状態だと、要は表面が染まらないので結構溜めていく必要があるんですけど、途中で染みるようだったらすぐやめてください。眉毛は本当危ないので、染みるようでしたらすぐ取って、しっかり洗っていただくっていうのがもうベストですね。はい、しっかりお湯で流していただくっていう必要があります。なんで皆さん気をつけてやってください。